ダビッド・ディ・ドナテロ賞は、イタリア映画アカデミーが、毎年主催する、イタリア映画における、最高の名誉とされる賞である。受賞者には、ドナテロ作のダビデ像のレプリカが贈呈される。1950年代のカバに、ローマで創設された、シネフィルのサークルである、オープンゲートクラブ及び、国際映画クラブに由来する。設立当初のシンボルは、ダビッド像ではなく、 開いた門をかたどったものであった。ダビッド・ディ・ドナテロ賞としての受賞式は1956年から行われており、2006年には創設50周年を記念して8名に特別賞が授与された。アッカデミア・デル・チネマ・イタリアーのプレミー、デビッド・ディ・ドナテロ www.davididonatello.it.2019 年3月4日閲覧。 ジーナ・ロロブリジーダ、ピエロ・トージ、ジュゼッペ・ロ・トゥンの、エンニオ・モリコーネ、ディノ・デ・ラウレンティス、フランチェスコ・ロージ、スーゾ・チェッキ・ダ・ミーコ、マリオ・ガルブ・ーリアの8名。ありがとうございます。